とにかくニーロの開花パーティーは草主人公の爆発回すのめっちゃ大切だから、そこ意識してあげるとね、だいぶ戦いやすくなると思うよ。というわけで今回はレベル1武器縛りで新居螺旋攻略やっていきたいと思います。ニーロ使ってて、実はこのキャラ武器弱くても強いんじゃないか説をね提唱したくて、今回使っていくパーティーとしてはニーロを主人公をコレイ・バーバラと、相方がきなりあえみこ・カズハ勝利、これでカズハでダメバフ稼ぎながら激化でね火力を稼いでいくっていうパーティーを使って螺旋攻略していきたいと思います。勝利の方は正直勝利がいるから死ぬことはないと思うんだけど、まあ、問題はニーロの方だよね。ニーロ主人公コレイ・バーバラのパーティーでどれだけいけるのかっていうのをねやっていきたいと思います。まず一つ目のパーティーがニーロレベル92、祭礼の剣レベル1、生物が天眼楽団の生活はだいたいこんな感じになってます。時計 HP、 杯 HP、 冠 HP、 無凸テンプレベル797、あんま関係ないね。元素熟知が170、エクサ主人公は祭礼の剣精霊ランク5レベル1で、生物が草4セットだね。草主人公はね元素チャージ効率がめちゃくちゃ大切なんで、チャージモリモリで使ってます。2突588、元素チャージ効率が 213% だね。でコレイが武器が清風の強冠4セット、強冠4セットの熟知マシマシと言いたいんだけど、冠だけ回心率にします。まあ、これは強冠の回心率の冠を持ってないっていうのと、清風の効果をねちょっとでも発動しやすくするために回心率にしてます。3突4突して、マジでこれ4突して、で元素熟知が488ですね。最後にバーバラ、武器がコンパク試作、生物が金メッキ海染め、時計熟知、杯 HP、 冠治療効果っていう風になってます。もう一個のパーティーがひなりあえみこの激化軸ですね。激化は攻撃力関係なく火力を出せる元素反応なので、武器縛りとも相性いいかなと思って、まあ、こっちはね多分余裕なんでざっくり紹介しとくと、こんな感じのパーティーになってます。武器がひなりが絶弦、あえみこがルロー、カズハがサイフォス貫突、勝利が清風貫突って感じで、さあじゃあこれでやっていきましょう。さあどうしようかな。あ、ごめんちょっと待って、敵によってベンティを入れようと思ってたからベンティも入れるわ。ベンティの武器も祭礼にして水力持たせてればいいや。水力で熟知伸ばしたいな。ちょっとこんな感じでいきましょう。さすがにいけると思う。螺旋攻略するときの一個アドバイスなんだけど、このキャラの役割の位置は固定した方がいいよ。うちだったら一番上に先頭にアタッカー、真ん中二つがサポーター、端っこにシールド回復キャラって感じで分けてるんだけど、これ固定化するとねめっちゃどっちのパーティー使ってるときも無意識にキャラの切り替えができるんだったらマジでおすすめ。さすがにここはね、ついてきて根こそぎにしてあげる。ネクロマス、パーティーの役割の一応固定化するメリットがいろいろあって、本当はね螺旋とかだと一番上をシールドキャラにしとくと始まった瞬間にシールド貼れたりするんだけど、自己死が減るっていう意味でもおすすめかな。バーバラだとこうやって遠距離の敵にもね開花起こせるから、これはすごい楽だね。草主人公とこのコレイのパーティーを使う上での注意点が一個あって、コレイの元素スキルを使ってから草主人公に切り替えっていう形にしてあげると、元素エネルギーがちょうど草主人公に集まるからマジでおすすめ。とにかくニーロの開花パーティーは草主人公の爆発回すのめっちゃ大切だから、そこ意識してあげるとねだいぶ戦いやすくなると思う。広範囲で安定して火力出せるのがすごい強いから、元素スキルから銃撃、オッケー。とりあえずニーロスキル使ってから主人公でバーバラで範囲を広げてあげる。結構やっぱ広くなるからね、この水元素付着させると、これはめちゃくちゃ大切だと思うわ。すごい爆発の仕方したな。まあさすがにね9層は余裕だけど、よしよしよし。でこういう時にコレイの元素スキルから草主人公って繋いであげると、ほぼゼロの状態から一瞬で溜まるから、よっ、オッケー。こんな感じでねサクサクっと攻略できます。いやマジで強いね、武器レベル1でも全然いけそう。まあ、でも問題は11層12層だからな。星5武器使ってなくてこれっていうのやばいよな普通に。とにかくこのパーティーは八重にこの火力を伸ばす、八重にこの火力を伸ばして火力を出す。はい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 、激化が強え、シンプルに激化が強えや。ニーローパーティーはとにかく草主人公を使うのを意識してあげよう。草主人公を使ってニーローとバーバラで開花を起こす。草主人公いるだけで広範囲にめっちゃ開花を起こせるようになるからおすすめ。
これで爆発が溜まると。ただここはもう使わずに倒したい。これスキルからの草主人公スキル、これ覚えておきましょう。ニーロ引くか悩んでるのですが、引いた方がいいですか？正直おすすめキャラではある。特に螺旋攻略で困ってる人とか。ただニーロをおすすめしない人の特徴としては、現状汎用性の高いサポーターが不足してる人、ライデンとかカズハとかベンティとかイエランとか、そこら辺の汎用性の高いサポーターが不足してたり、あとニーロのパーティーで必要なバーバラ、草主人公、これココミあたりを育成できてない人には、正直ニーロはおすすめしない。あのパーティーキャラをレベル90にするのがすごい大切だし、今からその4人をレベル90に1から全部するってなるとかなり大変だから、それはちょっとおすすめしづらいかな。すでにバーバラとか育成しててっていう人にはおすすめできるけど、これからナヒーダも来るし、間違いなく汎用性高いのはナヒーダだろうし、神様は基本汎用性高いし、コスパのいいキャラではあるんだけど、キャラレベルを90にするっていうコスパの悪さも兼ね備えてるから、ちょっとそこだけ気をつける必要があるかな。ナヒーダ来たらニーロもっと強くなるのはまあ間違いないね。それは十中八九間違いないと思うわ。石に余裕がある人はニーロとナヒーダ両方確保しておくのがおすすめ。まあ、ただそのニーロはナヒーダ来たら強くなるけど、別にナヒーダはニーロと組み合わせなくても多分強い。セノと組み合わせても強いし、ヤイミコと組み合わせても強いしみたいなキャラになると思うから、現状そのニーロのパーティーナヒーダいなくても十分強いから、おすすめキャラではあるけど、ビップレベル価値言われればこれは違うと思うから、使ってて楽しいのは間違いないわ。よし、はい、通常型殴れ殴れー。痛い。何が起きてる、雷、雷のあれ範囲広がってない。危ない。痛い。すごく痛いです。一回ずれて全部がグラグラになってる。危ない。普通に危なかったわ。次、これだったら、そうだな。後半にヤイミコのパーティー持ってくか。単体ボスはきついしね。いや、12層怖いな。マジで12層普通に死にそうなんだよな。回心率、治療効果。よし。とりあえず、草主人公を置いて、これでバーバラで殴るだけでも、大体、ボコボコにできるからね。やめろー。こうなるとちょっとしんどいんだよな。草主人公の爆発が回らなく、あ、待って、なんでニーローのあれ発動してないの。間違えた、いろいろ間違えた。あ、開花が途中で止まったからか。開花が途中で途切れると僕らが発動しなくなる。グラグラ、やばい、普通にやばい、めっちゃ削られてる。やめろ、きつ。これ入ると相当きついんだけど、この守るやつ。敵が近づいた時点でだいぶきつい。まあ、でも 60% だったらいけるか。ベンティいるし。あ、カズハリしたんだった。ベンティいるし、いなかった。普通に 60% 一投で怖い。さすがに後半はデコイもあるし。危ねえ。割とギリギリだった。意外といけるな。これから草主人公。あ、先に。ごめんなさい。先にニードを使うべきでした。本当に、はい。届かないところは、これでカバー。あれ、あ、こいつなんてテクニカルなことを。炎元素をつけて破壊してきやがった。なんてテクニカルなことをしてくる敵なんだ。今のはやられたわ。やばい、爆発が触ってない。間違えた。いろいろ間違えてる。これ時間大丈夫か。やばい、ちょっと怪しくなってきた。本当に流れが崩れると良くない。これプレイヤースキルがね、壊れますね、このキャラ。本当に危ない。あー、きついかもしれない。後半大切だな、マジで。稲荷の力を見せるとき、激化の力を見せるとき。あれ、これ声聞こえる？すいません、お待たせしました。まさかの、なんか PC バグっちゃって、俺がいないのはもうちょっと待ってくれ。俺は今ちょっと召喚、派生参じてる途中だから。バビガチャ？じゃあ、それは申し訳ないですね。確かに。バビガチャしますか。じゃあ、バビガチャ10連引いときますか。はい、召喚戻ってまいりました。オッケー、行きましょう。ちょっとね、これが欲しいです。4突したいです。これを。星4。頼む。
これが欲しいです。まあ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 、ピックアップはね、車内あと一人ぐらい。すり抜けろ、星4すり抜けろ。さすがに満たし方なし。これどこで止まってる。あ、第2問からか。よかった。よし、じゃあ気を取り直してやっていきましょう。 OK、 行きましょう。逃げるな、こいつのバックステップ厄介だな。まだいる。ちょっと待って、こういう時困るんだよね。こういう時にちょっと困るけど痛いです。すごく痛いです。よし、 OK、 さっきよりスムーズに倒せたね。あそこまでばらけられるとちょっときついけど。はい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 、相変わらず意外にこの激化パーティーは強い。こっちのパーティーはね、マジでバランスいいからな。すごい、対複数にも単体にもバランスいいパーティーだから。分かってよくあっちほどはないけど、安定感でね、まあ、貫突してるっていうのもあって意外にこが OK。 どっちでも個人的にはおすすめできるよ。普通にやっぱ下で評価が一気に上がったね、意外にこは。いいね、この爆発力よな、やっぱミーローの強さは。はい、痛い痛い、ちょちょちょ、危ない。バーバラがシンプルに優秀だ。やっぱもうちょっとこっち来てほしいな、あいつら。もうちょっとあいつらがこっち来てくれたら楽なんだけど。いいね、そっち行ってくれたの助かるよ。てか回復より実証の方が痛い。 OK、 危ねえ。やっぱ11層になってくるとちょっと敵がしんどいね、さすがに。どこに逃げるつもりだ。よいしょよいしょ、いかれてるわ。火力武器レベル1とは思えん火力だ。最後が、なるほど、最後がこっちね。前半にミーロ持ってくる感じか。さあラストいけるのか。八重美子のおすすめ星の武器、まあ、流浪学章とかじゃない、さすがに分からん。ちょっとあんまり八重美子星の武器で使ってないから、あんまりおすすめがパッと出てこんけど。はい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 、これでひたすら開花を起こしてガン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 起こしていく。範囲外のやつには出張。おら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 、今度は草主人公のバックハックスの出番。はい、いい固まりっぷり、よく固まってくれてる。削りきれ削りきれ、あ、やばい、それはまずい、それは非常にまずいです。それは非常によろしくない。中段体制でゴリ押しつつ、カニカでダメージをひたすら出していって。 OK、 あぶね、あそこで2人同時に倒せなかったのがちょっと響いたね。12頭でも火力全く問題ないね。さすが開花、武器に限らず火力は問題ないということが証明されるかもしれない。はいはいはい、この敵はこのパーティーね、追尾性能が高いんだよね。シンプルにキナリにしてもヤニコにしても、それのおかげでマジで戦いやすい。とはいえさすが12層、敵が硬い、露骨に敵が硬い。待てー、マジで敵が硬い。削れね、いいダメージは出てるんだけどな。いけたか、これ危ない。柿による物量、柿による物量って言っても貫突してるのは八重美子だけだし、他はニーロのパーティーに関してはマジで誰でも組めるよ。あ、勝利は圧倒してるけどほぼ使ってなかったし、今課金関係ないと思う、マジで。まあ、八重美子だけちょっとあれだけど、さすがにこれだけ許してくれ。おら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 、もう一丁おかわり。おらおらおら、さらにこっちも置いて、おかわり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 。やばい、1体だけ体力残しすぎた。やばい、残り1体になると露骨にきつくなる。戦い方気をつけないとね、こうなるんだよね。本当にマジでこれは気をつけた方がいい。対単体でやっぱこれの方がいいね、手数の多さで。あー、使わなくてよかった、もったいね。今の爆発、他主人公の爆発、今のは後半で響きそうだな。いやー、激化とはいえさすがにちょっとしんどいね。痛いです、ひなりが死にそうです。よいしょ、逃げるな、痛い。勝て、マジで勝て、いけたかこれ。あー、間に合ってない、3本までいこう、2問だけ後でリベンジしよう。やったな、しかも爆発も変わってないし。よいしょ、まあここはさすがに強接待だからな。痛い、いじめるのやめてください。はいはい、
マグーケンキがめっちゃ逃げたから、それがきつかったね。顔を落して、どういった？どういった？ん？え、どこに撃ってんのこれ？透明化したやつの位置がわからん。え、透明化したやつってどこにいるの？これどこに出てくるんだ？場所が、ん？あ、そうか。え、雷落ちてるところだよね。え、雷の攻撃やってたら一発で倒れるんじゃないの？あ、草元素で攻撃しなかったからか。ちょ、一回やり直していい？オッケーオッケー。理解。八重で落ちてるところにいきなりで攻撃すればいいのか。オッケーオッケー。理解しました。硬くない？それにしても。それにしても硬くない？ここにいきなりで攻撃すればいいの？あ、ほんとだ。適性高。にしても硬いな。前半が早かったからいけてるけど。どこどこどこ。あ、これね。よっ、八重巫女分かりやすい。2万4000で取るかな。八重巫女改めてこのキャラヤバいなっていうのが分かる。よいしょー。これか。なんだこの優秀なキャラ。にしても硬い。残り40秒。いけるかこれ。オッケー。危ねー。いや、一個だけいけてない。一個だけ残っちゃった。いやー、ここか。最後、遺跡ドレイクが残ったのがきつかったから、もし36、ちょ、リベンジマッチといきましょう。でも、いける気がするんだよな、全然。グラッタからいけなかっただけで。普通にちゃんとやればいけそう。あえて防御力を下げてみよう。よし。で、ここをいかに早く攻略するかなんだよな、問題は。なのに、爆発が溜まってないとは、これいかに。あ、さて、ニード使ってない。いろいろひどい。ここで、ちゃんと HB 削れてないやつをちゃんと削るのがマジで大切。おら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 、月が転生、月が転生って。オッケーオッケー。問題はこっち。試練満員にして、OK、これ第一段階悪くないんじゃない？やばい、ローテーションが狂ってきた。ああ、なんかそうなる気がしたわ今。これ届いてないの？いやでも今回はいけそうだね。今回はさすがにいけそう。前半が早かったわ今回。オッケー。よーし、お疲れ様でーす。まぁ、あ、ちょっと一箇所だけね、星2になっちゃったんだけど、まぁ、あ、とりあえず、レベル1武器縛り、レベル1プラス星4武器縛りでも、開花、激化を使えば、螺旋12層、星36を取れるっていうのが証明されました。開花が強すぎて、誰も知りませんでしたね。全然いけたわ。まぁ、あ、ただ、せっかくね、今回みんな見に来てくれたし、螺旋12層、2層目、星2が1回あったので、まぁ、あ、その分のお詫びってことで、10連ガチャ1回引いて、螺旋今回の挑戦に関しては一旦、わーおー、よいしょい。や、これは普通に嬉しい。ニーロは2つまでね、進めたい気持ちもなくあるから。オッケーオッケー。変な声出たわ。